今日は日本でのデビュー50周年を迎えられた素晴らしいゲストをお迎えします。日本でトップアイドルとして輝かしい足跡を残される一方、数多くのボランティア、チャリティー、平和活動に尽力され続けています。悩みを抱える誰かのために生きる、その献身の姿は全国、そして全世界へ大きな勇気と希望を発信し続けています。明日への扉、命のラジオプラス。皆さんご機嫌いかがですか？川島愛です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は今仕事や学校生活で孤独を感じている人、コロナ禍の今様々な試練に遭遇し生きる希望を見失いつつある人に寄り添い、明日への扉を開けていこうという番組です。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フースの提供でお送りします。今回は先週に引き続き、日本でのデビュー50周年を迎えられましたアグネスチャンさんにお越しいただきました。アグネスさん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは今日初めてお聞きの方のために、改めてアグネスチャンさんのプロフィールをご紹介いたします。香港のご出身です。14歳の時に香港でデビューをされます。1972年にひなげしの花で日本デビューされました。翌1973年には草原の輝きで日本歌謡大賞最優秀新人賞、日本レコード大賞新人賞、そして放送音楽賞を受賞するなど、トップアイドルとして輝かしい足跡を残されます。日本のみならず、香港、台湾、アメリカでも音楽活動などを行っておられます。歌手としての活躍のほか、数多くのボランティア、チャリティー活動、平和活動もされています。1998年には初代日本ユニセフ協会大使に就任し、アジア、中東などを視察されました。エッセイスト、大学教授を務められるなど、文化人としても世界を舞台にご活躍されています。本年デビュー50周年の仮説を迎えられました。それではですね、先週はアグネスさんのボランティア活動などを始めるきっかけについてお伺いしたんですけれども、たくさんやられてきたこれまでの活動の中で印象に残っていることありますかね？この国を訪ねたこととか、何か覚えてることがあったら教えていただきたいんですけど。なんかたくさんありすぎてそうですよね、めちゃめちゃいっぱい、ね、やっぱり先週の子供たちが一番大変かなと思います。あ、イラク行った時、はい、まあ、南の方なんですけど、バスラ地域行って、はい、その時はもう空爆とか中でもう全部本当に、生活ができなくなって、はい、で政府が倒されたので、でも 80% の人は公民だったのよ。で、そうすると 80% の国民が無職になってしまったんですね。なるほど、 80% ですか。だからもうどっちかというとちょっとなんか社会主義の国みたいな状況だったんですね、はい、あの戦争前、はい、だからそういうみんな公民だったのが急にできなくなって、はい、だからみんながだからいろんなところで盗みに出たりとか、壊れたところで物を拾ってまた食べたりとか、はい、こう売ったりとかしてたんですね、はい、で子供たちもみんなこう物を売りに来たりする。で外国から来る人もほとんどいないので、私たちもすごい珍しい、はい、でまだ壊されていない宿のところに私たちが泊まってて、はい、で子供たちが来るんですね、はいはい、売りに物を、でこのエピソードがすごい自分の心の中ですごい残ってるんだけど、はい、靴磨こうとする人が子供たちが何人もいるわけですね、はい、で一番ちっちゃい子がいつもだから多分仕事がないんですよね、はい、で私はじゃあ私の磨いて、実際私は履いてた靴は布の靴だったのよ、黒なんだけど、はい、で磨いてとか言って、まあ、仕事は大体、はい、そして一生懸命なんか靴磨き粉をつけてくれて布の靴の上に一生懸命こう磨いて布でなんかやって光らないなみたいな感じで、はい、で私わあこれはしみるなと思って、で部屋に入ってこう
こう靴脱いだら、はい、靴下が真っ暗だったで靴下脱いだら足まで真っ暗だったんですっていうのをすごい覚えてて、で兄弟がいて、はい、ちっちゃい梨を売ってたんですね。で最初行った日に買って買ってって言うから買ったんですよ、はい、で次の日また帰ってくる時に買って買ってって言って、だけど、まあ、その時あの主人と一緒に行ってるんですね、はい、あの危険な時は一緒に来てくれて、であのお財布を預けちゃったんですよ、はい、でお金がないって言ったんですよ、はいはい、でお金どうしたんですかって聞かれて私、はい、あの夫の方に渡したんですよ、あーってみんなで言ってお金取り上げられたんですねって言って言うんです、いやいやそんなことないそんなことない、ちょっと待ってって言われて、でみんなが集まってなんか会議やってるみたいな感じなのよ。そうするとしばらく戻ってきて、はい、事情はよくわかりましたから、はい、今日はタダでいいですよって話をくれようとしたんですよ。私いやいやこれね売り残ったら食べていいんだから、私いらないもんお腹いっぱいだし昨日のまだ食べ終わってない、お互い様だから事情よくわかったから食べてくださいって言われて涙出ました。私そしてじゃあじゃあじゃあ一個だけもらうって言ったら食べて食べてってみんなすごい期待する目で私を見てて、それを食べた時もうなんか生まれてから一番うまかった梨かなと思って、すごい困った人が一番いつも優しいんだっていう言葉どっかで聞いたことあるんだけど、なんか子供たちのその優しさにめちゃくちゃもう絶対幸せになってほしいっていう気持ちがすごい強かったですね。でもその時は本当に、うん、まあ、もちろん犠牲になってる子もいるし、はい、これカウランダーも使われてたって言われてがんになってる子どもたちもいっぱいいるし、状況はもう戦争終わってもこれはずっと長引くだなと思いましたね。戦時中のその子どもたちにお話を聞けることもあったんですか、はい、今の気持ちとか、はい、どういうふうに話してる子が多いんですかね。まあ、産んでちっちゃい子っていうのはもうほとんど戦争のない時代が覚えてないっていうの子が多いんですよ。例えば南スーダンとか、はい、戦争が長かった国っていうのは普通の生活知らない、平和が知らない、平和を知らないんですね。お腹いっぱいも知らない、水が自由に飲めるのも、戦争を知らないのに平和を知らない子たちが知らないんです、いるんですね。お腹減ってない時も知らない、安全な水も飲んだことない、学校も行ったことない、靴も履いたことないっていう子もいっぱいいるんですね。普通の生活もして戦争になってって言ったら、例えばシリアの難民だとか、あ、そういう子どもたちの話は聞きます、はい、だから峠を越えて逃げてくるんですけど、うん、その途中に例えばお母さんが亡くなったとか、 あと自分の一人ぼっちになった時にすごい怖かったとか、はい、そういう話も聞くし、あとニジェール行った時にはもう絶対貧困っていうのすごい、あの貧しい国なので、はい、一人の男の子がお母さんと弟二人でこう砂漠を渡ってアルジェリア行って、でその旅のところでお母さんとあの、はい、こう兄弟が亡くなったっていう、こうもう本当に悲しみの塊になっちゃった子供の話も聞きました。ウクライナでは内戦で、はい、もう本当に戦うところのど真ん中に住んでる子がいて、爆弾が来た時に破片が脳の中に入っちゃったんですね、で今でもその中にあの全部取り切れてなくて、そう生活しているあのその男の子も話聞いて、でも子供はよく分かってないんですよ、なんで戦うのか、なんでこの苦しい思いしなきゃいけないのか。だから彼はなんで私の誕生日に友達が来ないんだろうと、周りの大人みんな分かってますよ、だってそこが毎日爆弾落ちるとこだから誰が来るかっていう、で彼はなんで来ないんだろうとか言うんですよね。だからそういうあとけなさが余計に悲しいですよね。本当にそうですね。いやもう知らないことが多すぎて、もういかに平和ボケしてるのかっていうのをちょっと感じてしまうんですけど、逆に大人の方の目線はどんな風に感じてますかね。まあそれはもう人の立場によりますよね。場合によってはもう本当に子供も夫も戦争に出しても平和にならない、はい、
っていうもうすごいあの女性たちの話も聞くし、はい、逃げてる最中に子供産まなきゃいけない、はい、で子供を亡くしたとか、うん、そういう女性の話も聞くし、うん、男性の場合は私はダルフール行った時あの、はい、急に気温が上がって、はい、私たちが運んでくれたヘリコプターが全員が戻れないっていう利害分けて、で半分のスタッフが戻っちゃったんですね。で私たちが本当に何人か残って、はい、その時だからその反政府軍の人たちが集まって話をこうじっくり話聞いたんですけど、もう自分の子供のために戦うとか、はい、すごい差別されてそれで戦うとかいろんな話聞くんですけど、その時もなんか結構怖いんですよ私たちも。武器持ってる皆なんだけど、はい、でも聞いていくうちにこの人たちはみんな誰かの夫、誰かの子、誰かの兄、誰かの大切な人なんだなって本当に実際に感じたんですね、はい、で私がなんか中国語でふるさとを思う歌を歌ったんですよ。あそうしたらみんなの間もうその時本当に辛かった。彼らもすごいふるさとに帰りたいんだろうなと思って、でやっとヘリコプター帰ってきて、はい、そしたら彼らはまあムスラム教の人たちですから、こう川でできてるちっちゃいあのミニコランっていうのを作ってるんですよ、それをこうやってあの鎖みたいに体を巻きつけて、こうつけていれば銃弾が入ってこないとか信じたりしているんですよ。それをパッとこうちぎって私にくれるんですよ、で私あなたたちは必要だから私もう帰るんだから大丈夫だよ、いやこれでつけてれば守られるから何もないのでこれを受け取ってくださいって言われて、もうヘリコプターも取って大泣きですね、私もう大泣きした。だから戦争っていうのは何の意見かももたらさない、そうです、ね、で現代の戦争っていうのは勝てない、あ勝ち負け決めるのはもうほぼ不可能と同じくらいの状況なんで、そうですね、無意味なんですよね。そうですね、アグネスさんが今おっしゃられたようなことをこう日本で伝えられたりっていう機会もやっぱりあるんですかね。そうですね、できるだけあの聞いてくださる方がいれば、はい、まあ、話したり文章にしたり、あのまあ、できるだけいろんな人に知ってもらいたいと思ってます。あの一方で大学教授もやられているっていうお話を伺ったんですけど、はい、どんなことを教えられていたんですか。今は顧問という形ですかね。そうです、はい、ずっと最初からそうなんですけど、異文化コミュニケーション論っていうのを教えてるんです。結局異文化の人たちとも仲良くなろうねとか、でどうやってあの異文化の人たちとうまくコミュニケーション取るかっていうのを、はい、あのその授業なんですけど、でも後ろに隠されているのはやっぱり平和を望んでるから、国際化は、異文化コミュニケーションからスタートなんだよと、勝ち負けではなく、はい、共存共栄、うん、そして未来はみんなでできたら平和で暮らせるといいなと、そういう思いを込められてますけど、あのアグネスさんにちょっとお聞きしたいことがあるんですけども、はい、これまでの人生の中で一番こう辛かったなって思うご経験ってありましたかね。例えば父が亡くなった時とか、はい、自分乳がんになった時とか、はい、そういう時って結構辛かったりするんですけど、でも過ぎてしまえばまた一つの勉強のワンステップとして捉えているんですね。こうそれこそ子連れ論争とかも結構、はい、あの辛かった時期でもあったんですけど、活動の中でこういろんな子供たちのためにこれをやりたいのに挫折していく時も、はい、自分の無力さに腹が立つ、だけどそういうのも、まあ、人生の一部かなと、もうこの年くらいになってくるとそう思えるようになった。もう若い時は結構やっぱり辛かったり泣いたりもするんですけど、はい、でもそれは全て
今となっていい経験だなと思います。だからよく聞かれるんですけど、もう一度若くなりたいんですかって言うんですけど、はい、いやなりたくないんです。あ、はい、今でいいっていうか、今でいい、うん、ちょっと未来に行きたいって感じですか。そうです、むしろもう一回だからそのジタバタやらなきゃいけないのはちょっと大変だなと思うんです。そうですね、若いもすごいいいんですけど、若い時期って結構みんなジタバタする時期でもあるんですよ、みんな。あ、そうですね、それなりにね、はい、うん、だから経験しちゃったものに感謝ですね、はい、すごい経験したことに感謝ですね、うん、このラジオを聞きの、まあ、皆さんの中ですごくこうどうしようもなく苦しい経験をされて、どうやって立ち上がっていこうって悩んでらっしゃる方もいるかと思うんですけど、はい、もしアグネスさんからお言葉とかメッセージがあったらぜひ聞かせていただきたいんですけど。私は人間のみんな幸せになるために生まれてきてると思ってるんですね。で、幸せになるかならないかって結構自分で選べる。あ、自分で選べるんですね、はい、でもちろん辛い時、どうしようもないという時、はい、絶対あると思う。 うん、でもその時、まあ、誰かと話したりとか、はい、あるいは誰とも話できなかったら自分の体験を書くとか、紙に書いて、あ、うん、そして一回読んでトイレに流しましょう。あ確かに捨てればいいですもんね、あと、はい、そして人間の一番の大きな力を思い出しましょう。あ、それは人を愛することです。そうですね、これはすっごい弱ってる自分でも、病気になってる自分でも、確かに人を愛することはできます。頑張れますね。頑張れます。だからそのすごい誰か抱きしめてなんかすぐ結婚するっていうのは愛じゃなくても、はい、朝起きて、はい、そこをトイレ掃除してるおべちゃんに、うん、心様ありがとうねって、そこからスタートしよう。確かにそうですね。そうすると力が戻ってくるから、で笑顔も戻ってくれば、はい、また人間に戻ってます。そうですね、絶対信じて自分の愛する力。孤独が一番辛いですもんね、結局、はい、誰かを思ったり誰かとちょっと会話できたりするだけでやっぱり元気もらえますしね。いや、自分が人に元気与える、はい、それはその生まれてきた誰もが持ってる特権、人を愛すること。そうか、自分にはその力があるって思えばいいんですね。それを自覚してほしいんです。はい、なるほど、それが足りないのかも。優しい言葉をかける、うん、確かにそんな力なんてあるのかないのか、それすらもまず思ってなかったかもしれないです。確かにそういう力がありますよね、うん、人間は自分のために生きるっていうのは飽きるんですよ。特に辛い時はもうやめようかなと思っちゃうんですけど。確かに違うんです。自分のために生きてんじゃないです、人のために生きてるんです。だから私たちは人を愛する、人を優しくすることができるんです、はい、表現もできるし、微笑みとか、はい、背中をちょっと押すとか、そういうの誰でもできます。それをやって積み重ねていくと、ああ、ある日突然、うん、もうなんかもうそんなに悲しくないとなると思うんですね。笑顔ですよ。笑顔ですね。まず確かにそのための笑顔を持ちたいですね、うん、で今マスクみんなしてるから笑顔が見えない。わかんない。で私だから結構鏡の前で目で笑えるようにしようとか思って、はい、目だけで。これがなかなか難しくて、難しいですね、自撮りしても、あ、今日目笑ってない、どうすれば。でこの年になるとあんまり目で笑うとシワがすごくていや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 。でも本当にそうやって考えると楽しくなるから。そうですね。あと、うん、もう悩んだら本当に自分の愛を信じよう、はい、うん、あなたの愛を待ってる人いるから、うん、あなたよりもっと大変な人世の中にいっぱいいる、うん、あなたの力でその人が元気になれるから。そうですね、うん、いや、そう思うだけで生きる力をもらえます。本当にありがとうございます。それでは最後にアグネスさんから皆さんに何かお知らせはありますでしょうか。そうですね、50周年で、はい、新しいアルバムも
ってたし、はい、幸せな花束をあなたにっていうことのと、そして、はい、新しい本も0歳教育っていうの本も出ましたし、はい、あとデビュー頃からずっとアルバムたくさん何枚もあるんですけど、はい、それがリマスタリングされて、あ、そうなんですか、そう、すごい CD に全て、去年の5月から毎月 2,3 枚出てるんですよ。あ、毎月ですか。そう、まだ出てるんですけど、それが今まで例えばアルバム持ってる方もすり減って聞けないと思うんだったら、はい、それは買えるようになったんですね。そうですよね、また聞けますもんね、じっくり、はいはい、これは楽しみですね、かなり今後も、はい、ぜひ皆さん、ぜひぜひ、はい、聞いていただけたらと思います。本当にアグネス・チャンさんに2週にわたってゲストに来ていただいたんですが、もう素晴らしいお話とお言葉をたくさんありがとうございます。ぜひこれからも生きる希望を見失いつつ、ある方々の希望の灯台として今後もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本当にアグネスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日への扉、命のラジオプラス。明日への扉、命のラジオプラス。今日はデビュー50周年を迎えられ、ますますご活躍されているアグネス・チャンさんにゲストに来ていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。2週にわたってお話を聞かせていただきましたが、アグネスさんがやられている活動の中で印象に残ったことなどを話していただいたんですが、もう本当に私自身もちょっと忘れられない、心に残るお話だなってすごく思いました。そして最後に人を愛することを本当に大切にというお話をしてくださって、やっぱり愛するっていうことは忘れないで笑顔で生きていきたいなと思いました。そしてですね、ここで皆さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。ペンネームサマーさん、女性の方です。愛さんこんばんは。実は今日初めてこの番組を知りました。私もピアノや歌をやってるので特に反応しちゃいました。そこから五平さんのお話を夢中で聞いていました。そして自分が普段悩んでいることもマイナスではなく大きなプラスの力に変えていけるのではないかと本当に思いました。五平さんがおっしゃっていた鏡の中の自分に対して大丈夫大丈夫って言ってあげるっていうことですよね。やっぱり自分のことをまず一番に思ってあげられるのは自分自身だと思うんですよね。そんな自分を大切にしてあげなくちゃっていうことを五平さんから教わったような気がします。たくさんのメールありがとうございました。そして今回アグネス・チャンさんの日本デビュー50周年記念アルバム幸せの花束をあなたにを抽選で3名の方にプレゼントします。また番組へのメッセージもお待ちしています。特にこのラジオの中のお話などに対する感想、ご意見、真剣なご相談も募集します。採用させていただいた方には1000円分のクオカードをお送りします。これから申し上げるアドレスにメッセージやご相談を記載し、住所、氏名、電話番号、ラジオネームを明記してください。また匿名、ラジオネームのみでのメッセージも大歓迎です。おはがきは郵便番号 650-8580、 650-8580、 ファックスは078-361-0005、 078-361-0005。 ラジオ関西、明日への扉、命のラジオプラス係まで。そしてメールは asu@jocr.jp、 asu@jocr.jp、 as@jocr.jp まで。また番組ツイッターからも投稿できます。明日への扉、命のラジオプラスで検索してください。ぜひフォローもよろしくお願いします。
また YouTube、ポッドキャストでは過去の放送を遡ってお聞きいただけます。それではごきげんよう。お相手は川島愛でした。明日への扉、命のラジオプラス。この番組は栄光フーズの提供でお送りしました。